高知競馬11レース、ファイナルレースです。能力偏差値ですが、A ランクが1等、B ランクが1等、C ランクが2等のレースになります。統一指数とグラフによる能力適正判断の有用性を確認してください。これから偏差値上位版の適正分析を指数グラフで解析していきます。最後に適正を反映した予想の印を公開します。 指数グラフの見方ですが、指数は青色の折れ線になります。黄色線は連帯目安のラインとなります。まず暫定20まで打ちました、能力偏差値トップ、9番の馬からです。金5層では、前層2層前、3層前と3連続で黄色線を上回っています。能力的には一歩リードしています。全馬比較してみますと、この馬の大々の金層は一歩リードしていることがよくわかります。 距離適性を見ていきます。距離は紫色の丸。今回1004になります。指数がピークとなっているところ、3層前のこの指数のピークは1003でした。11月の指数のピーク。これは1003です。8月のこの指数のピークは1004になっています。1004も守備範囲だと思います。展開面を見ていきます。 一角通過順位はオレンジ色の四角になります。指数が、指数のピークとなっています。3走前は8番手からの競馬。11月の指数のピークは後ろからの競馬。8月の指数の競馬、指数のピーク、ここも後ろからの競馬となっています。後ろ目からの差しがいいタイプだと思います。ここで先行力分析シートを見ておきます。 一角予想図ですが、逃げ馬2頭、先行タイプ4頭でミドルペースを予測します。客室による有利不利は少なそうです。新機能の展開分析シートを見ていきますと、この馬の先行力は11位で12位、上がり指数は32位で3位になります。えー、ここはサフシアジはまずまずだと思います。展開面は若干のプラス評価していいと思います。 次にレース間隔を見ていきます。横軸1目盛りが2週間、一開催となります。今回は4回連続の連投となります。昨年冬にも連続で連投をしていました。この時は大きく指数を落とすことはありませんでした。連投は大きなリスクにはならないと思います。 次に暫定丸を打っております。能力偏差値に、6番の馬になります。金5層では3層前と4層前に黄色線を上回っています。能力的には先ほどの9番に迫るものがあると思います。距離を見ていきますと、指数の合わせがピークとなっている4層前は1004です。10月の指数のピークも1004。9月のこのピークも ピークは1003になっています。1004も,100も守備範囲だと思います。展開面を見ていきます。指数のピークですけれど、4層前は3番手からの競馬10月の,この指数のピークは2番手からの競馬9月は花を切っての競馬になっています。逃げ先行がいいタイプだと思います。ここで えー、先行力分析シート見てみますと、えー、先行力は29で3位、アリシスは23で9位になります、えー。ここは逃げ、先行できる先行力を持っています。展開面は若干のプラス評価でいいと思います。えー、次に、暫定黒三角っております。能力偏差値3位、10番の馬になります。金五層では前走金路線を上回っています。 能力的には先ほどの9番には1歩を取りますが、2番手グループの1等だと思います。距離を見ていきますと、指数がピークとなっている前走は1004。7月の指数のピークも1004です。1004は適距離だと思います。展開面を見ていきますと、指数がピークとなっている前走は5番手からの競馬。7月は9番手からの競馬になっています。 後ろ目からの差しがいいタイプだと思います、えー、この馬の先行力ですが17で9位上がり指数は33で2位になります、えー、上がりの足はまずまずのものを持っています展開面はプラス評価していいと思います、えー、以上適正分析を考慮しました最終予想印になります 本命20丸打ったのは9番です。能力偏差値トップの A ランク。対戦成績でリスクはありますが、展開面で高評価しました。対抗丸を打ったのは10番です。能力偏差値3位の C ランク。距離、レース展開、枠順、対戦成績の面で高評価しています。馬券の方ですけれど、20丸打った9番を熟に、相手は丸を打った10番。 黒三角6番、白三角11番、三着はその他収集の入ったところから買ってください。